ここよ。お前は、私の正体を明かす代わりにこの人の正体を教えてあげる。何やと？この人は怪盗ドックスの中の人よ。怪盗ドックスって、あの政治家や警察、企業経営者や芸能人の闇を暴く一団ね。彼女はその構成員の一人。ああ、それであの USB を。よくわかんねえな。ちゃんと説明してくれ。ここからはあなたが説明してくれるかしら。仕方ねえな。私の名前は佐野。仮の名だけどね。この人が言うように怪盗ドックスの一員を。あの USB はある探偵事務所から盗んだものだ。探偵事務所？じゃああの連中は探偵ね。すっかりヤクザかと。ある意味ヤクザより立ちが悪いかも。あいつらのバックには警察がついてるわ。警察？あの USB の中身見たでしょ。ああ、警察から薬が政治家に渡っているという証拠やろ。そうね。警察が押収した覚醒剤を政治家に横流しするなんてとんでもねえやな。覚醒剤？薬言うたら覚醒剤やろの、うん、覚醒剤じゃないわ。まあある意味覚醒するかもだけど。どういう意味だよ。この薬はね、ある製薬会社が開発中のものだ。脳の細胞の劣化を防ぐものなの。脳の細胞の劣化、ボケ防止みたいなものか。まあそうね。そのサンプルが大量に盗まれたのね。あ、それは私たちじゃないわ。何者かに奪われたサンプルを悪用しようとしている者がいるの。それを突き止めた私たちが動いたというわけ。その何者かと警察がつながっとっちゅうことやな。ご明察。その薬は私にも興味のあることでね。どういうことだ？その薬はこの世のものではないかもしれないからよ。この世のものではない？そう。 How interesting to encounter others with power such as our own Earth Sun. 面白いじゃない。 What shall we do? まだまだいるか。聖なる力持つ。佐野のやつどこに行ったんだ。お前のところに連絡ないか。連中に捕まってなきゃいいけどな。俺たちだけでやるしかないか。やれやれ、労働は辛いな。